こんばんは。ドコムスチャンネル動物の森ゲーム実況の時間です。今日はですね、動物の森でポケモンの再現島を作るというね、完全に自分の趣味の世界なんですけど、じゃあちょっと行ってみますか。ポケモンの島へ。では変身してみましょうか。行ってみましょう。さてさて、ここどこかわかりますか？これね、ゲームボーイ版ポケモン、まあ、赤緑世代、花田シティをモデルにしてるんですよね。僕の家がポケモンセンターになってます。あ、レッドとピカチュウですね。このピカチュウが後ろから ついてくるのはピカチュウバージョンだけなんだよね。なんで花田シティにしたかというと、案内所の場所って変えれないんですよね。で、この場所をポケモンジムに見立てて配置した時にちょうど良さそうだったのが花田シティだったんですよね。ここがポケモンジムです。この中にカスミがいる。頼もう。カスミがいない。タヌキチとチズエさんしかいない。おーす、未来のチャンピオンってね、タヌキチがね行ってくるわけですね。原作だとここ嫌切りで切って入ってこれるとこなんですよね。これさ、アイテムと見せかけて丸マインなんだよね。ここの丸マインは多分このトレーナーのレベルが足りてなさすぎて、丸マインは知らんぷりしているって出るんだよね。こっちのトレーナーが丸マイン、ソニックブームよっていつも命令してますね。ここフレンドリーショップね。ショップの看板もちゃんとありますし、あとこれ本来はここに自転車屋さんがあるんですよ。なんて名前だっけな、ミラクルサイクルだっけな。で、自転車が100万円で売ってるんですよね。100万円って、100万円の自転車って何って話なんですけど、しかもポケモンのマックスの所持金が確か999,999円だから、めちゃめちゃ頑張って金貯めても買えないのよ、この自転車は。ここは通常段差なんで登れないんですが、まあただの絵なんで登れます。おっ、ここがね、本当は家があるんですけど、空き巣に入られた家なんですよね。で、警察官がこの前に立ってるっていう。この空き巣の家通ってこっち側に出ると、ここにロケット団員がいるんですよね。こいつとも戦うんだっけ。そしてこっちを抜けて、ここに人がいるのはポケモンあるある。ジムをクリアしないとここ通れないみたいな、よくあるよね。こう行くわけですね。本当はね、ここも家入れて、ここなんだ、ピカチュウバージョンだとここで不思議種がもらえたような気がすんな。あそこね、あそこに花田の洞窟があるんですよ。殿堂入りしないと入れなくて、ここの一番奥にあの有名なミュウツーがいるわけですね。こっからこう次に向かって進むと、ここにここでね、ライバルに道を阻まれるわけですよ。僕は赤だったんで、まあグリーンかな。このね、レッドとグリーンっていつまでも好きだよな。今でもときめきますね。ここをこう5人抜きして、この人が5人抜きすると金の玉くれるんですけど、実はロケット団員なんですよね。で、ロケット団に勧誘してきて、断ると勝負を挑まれる。まあ、てか断るしか選択肢ないんですけど、ポケモンの主人公ってめちゃめちゃ無口っていう設定なんで、興味ないかみたいなこと聞かれて、断るって顔してんなって言われるんですよ。あのシマメロもちょっと変えてみたんですよ。これあれね、ポケモンセンターのとね。ででででんでんでででん。一応今後の野望としては、ここを拠点として左右前後にもなんか違うエリアを広げていきたいなっていう野望はあるんですけど、マイデザワ沼、もうほんとそれを痛感しました。もうこのポケモン関係だけでマイデザインがほぼ埋まっちゃって、まだ作りたいんだけど、あとこんだけしかないんだよね。マイデザの枠増やしてほしいよね。
ちょっと少なくない？もっと作りたいんだけどな。もっと作れたらもっとワールド広げれるんだけど。この家とかさ、これ分割して書いてるんですよ。このつなげるのとかすごい苦労したわ。ドットも別になんか見本があるわけじゃないんで、自分で昔のポケモンを起動してそれをめっちゃよく見て真似して書いたんですけど、で縮尺もポケモンの元通りにやるともうこの案内所のサイズが決まっちゃってるから同じ縮尺では作れなくて、なんとなくちょっとずつ広げて違和感がないようにしてありますね。だからこの置いてあるものの数とかはちょっと多かったりとかするんだけど、まあそんなにやってる人でも違和感ないんじゃないかな。ツイッターにちょっと上げたんですけど、最初白黒で作ってたんですよ。そう、白黒で作ってたんだけど、やっぱ他のね、動物の森の周りがカラーだからすごい浮いちゃって、なんか地面とかも雪降ってるみたいに見えちゃって、違うのかなってことで今日一から色を入れ直しましたね。それで余計時間かかっちゃった。この辺は名残かな。そうで、レッドといえば白金山じゃないですか。でさっき思いついたんですけど、まあ、本当は違うんだけど、本当はここ進むとあのマサキがいるんだよね。マサキの家があるんだけど、ここを白金山にしてみようかなって。ここ白金山にして、ここにこうやってレッド立ってたらかっこよくないかな。レッドだからこれを基準に作るか。でね、あのだいたいゲームボーイのドット版ドットってこの1キャラ、このドットが倍で構成されてるんですよね。22の4のやつで書くとポケモンっぽくなりますね。じゃあレッド書いてみようかな。この時この4のマスをずれると本来ありえないドットになっちゃうんで注意が必要です。いいんじゃないでしょうか。これがレッド完成です。完成。え、もみあげ間違えてる。本当だ、もみあげねえじゃん。じゃあ改めて完成です。ここをね、こう上がってきたらレッドがてん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 って待ってるんですよね。さあじゃあちょっと岩を描いてみるか。本当に岩になんのこれ。マジでこれを無から生んでるドット職人はすごいよ。これ便利なのはね、ここ変えると全部変わってくれるんだよね。ほら、めっちゃぽいね。では階段を作ります。いっか、これでも2個あるみたいな感じだもんね。じゃあこれで妥協します。そして次はこのレッドが佇む場所の地面を描きます。ほらこれでね、ここの横を作ればねぽくなると思うんだよな。でこっちに1,2,3,4,5、あと5種類いる。積んだ、書けねえ、やっちまった。1段にしちゃおう、省略バージョンで。そしたら多分いける。これでこっちと1,2,3いける。
よし。ただこれでこのプロジェクトで全て埋まってしまうな。できたー。どうこれ、よくない？これはすごいいいですね。白金山のレッドくんです。しかも喋んないのがいいよね。なんかさ、今更レッド出てきてペラペラ喋ったらすごいショックなんだけどさ、勝っても戦闘前も戦闘後も点点点しか出ないっていうのがすごいいいんだよね。こんな感じになっております。面白かった人はぜひ高評価、チャンネル登録、そしてツイッターフォローよろしくお願いします。あと、そうだな、動画上げるタイミングでマイデザインも公開したいと思うんで、よかったら使ってみてください。これ全部上げんのかな。全部上げんの大変だな。ちょっとずつ上げっか。